上弱が大好きマッド投資で成功します。ね、やばいそう,そうす、ね。超本僕の週三は絶対しないでください。仮想通貨、仮想通貨の話しますかちょっとね。仮想通貨の話し,したいんですけど、今仮想通貨下がってきてるんで、えっ、ー、とまあこれからね買おうかなっていう人もいると思います。えー、こういう時に買った方がね逆に儲かったりするんですけども、えっ、ー、とね仮想通貨を買う時にコインチェックとかビットフライヤーで買う。 上弱が多すぎます。はい。えー、だいたいねそういうところで買う人は上弱です。はい。えー、だいたいそういうところで、えー、買う人は投資で成功しません。えー、結論を言うと手数料が高すぎます。はい。手数料が高すぎるんですよ。なのでコインチェックビットフライヤーで仮想通貨を買った時点でもう負けてるんですよ。はい。もうあなたそれやってたら負けてます。はい。でじゃあ じゃあ、とは言うけど、青汁、どういうことやねんって、どういうことなのって思う人もいると思うんで、えー、と最近覚えた、えー、と表を出すスキルを生かして、今から説明します。えー、まず、いきます。見えますかね。<laughs> これがね、1月7日、えー、9時頃の、えー、とビットバンク、ビットフライヤー、コインチェックのイーサリウムを買う時の、えー、ときの、えー、購入画面ですね。これ、実際の購入画面です。 えーとビットバンク、ビットフライヤー、コインチェックを並べてみていただければわかるんですけどビットフライヤーとコインチェックは大い38万7000円弱という値段でイーサリウムを超えることができます、はい、一方でビットバンクは37万659円なんですよね。わかりますそこ、はい なので、えー、とその販売所と取引所とかいろいろあるんですけどもそもそもその同じイーサリウムでもどこから買うかによってこれだけの、ね、差が合うんですよあるんですよ。わかります はい、でこれをちょっとね、えっ、ー、とまだわからない、これだとでもちょっとわからないよって人がいると思うんで、えー、とあるね方が、まあ、この表を提供してくれた人の、えー、とツイートを出しますいや。これはね、アパーラボさんという方が作ってくれたんですけど、えー、ツイート出します。はいえー、とね <laughs> このアパラボさんっていう、まあ、YouTube やってるのかなこのツイートでね、いろいろ面白かったんでちょっともらったんですけど、えー、この人が分かりやすくまとめてくれました。えっ、ー、と、ビットバンク、ビットファイア、コインチェック。えっ、ー、とね、結局結論を言うと、ビットバンクで買った方が、同じイーサリウムを買うにしても、1万円も得する、安く買うことができるんですよ。分かりますこれが10イーサリウム買うんだったら、10万円も違います。 はい、だって同じイーサリウムですよ、でどっから買っても何にも買わないんだよ、もらえるものって。うん、わかります、うん、で、こういうね、えー、と下調べをして、どこで買ったら一番得するかっていうのをちゃんと考えて買わないと、投資っていうのは原則として、えー、と成功しません。これ、イーサリウムだからそんなにボラリティの幅、手数料の幅、少なく見えるんですけど、他の通貨だったら、もっと高いのも、もっとなんだろう、こう差が広がってるのもあります。はい なので,です、ねえーとー、まあ、あの、仮想通貨を買うんだったら、僕はいつも言ってるように、ビットバンクを買うで買うことをお勧めします。ビットフライ、コインチェックで買うのは絶対もうダメです。ダメで、もっと言うと、えー、こういう交換所取引じゃなくて、板取引って言って、ちょっとこれもね、今後ね、知りたい人いたら画面用意してこうよと思うんですけど、えっ、ー、とね、取引所で、えー、じゃあ、コインチェックさん、イーサリウムくださいって言って買うと、すげえぼったくられるんで、えっ、ー、とー、 実際にその何だろう板っていうのがあるんですよ株とかでも板っていうのがあると思うんですこう購入するこうなんだろうなえーとボードっていうか板があるんでそこで買うと安く買えます現物で買えますなのでえっとこれだけの差が出るんでね皆さん大事なお金ですからえちゃんとね正しいところで買いましょうようん損しますよっていうことを僕は言いたいですはい バイビットっていうね、えー、と証,証券会社っていうか仮想通貨取引所があるんですよで僕それ、えー、結構使っててひかるさんにおすすめしたんですよそしたらなんかネットで、えー、となんか金融庁かなんかがバイビットがまあ無登録業者だっていうふうに、えー、告,なんか告知かなんかを出したらしくて、えー、そういう危ないものをなんか説明てるみたいなこと言われたんですけどちょっとこれを機に仮想通貨の話する前にちょっとこの説明しておきたいんですけど別に無登録業者だから悪ではないんですよ 日本では認可されてないだけであってそんなこと言ったら、ね、仮想通貨取引,取引所で有名なバイナンスとかこれみんな使ってますよねバイナンスとかも無,無許可なんですよで海外の証券会社とか仮想通貨取引所って別に日本のねライセンス取る必要がないんですよねで僕は純粋にバイビットがいいと思って使ってますでえっ、ー、とね世界で確か今3位かな3位か2位のねシェアを誇るんですよもう世界的に見たら日本の取引所なんて気にならないぐらい大きいしちゃんとしてるんですよ うん、でも、やっぱりまあ日本ってやっぱ厳しいんで、えーとまあ、日本の認可された証券会社を使って、証券じゃない取引所を使ってほしいんでしょうね。だからそういうふうにしてるんですけど、僕、それっていいことじゃないと思ってます、はっきり言って。はっきり言って、ダメなことだと思ってて、なんでかっていうと、えー、皆さんね、仮想通貨買ったことがある方ならわかると思うんですけど、コインチェックとかあるじゃないですか、コインチェックね。 うん、コインチェックとかでさ、えー、普通にさ、なんだろうな、えーあのインタフェ、ユーザーインターフェースというか、画面があって、えー、ビットコインに交換するとか、イーサリウムに交換するとかさ、えー、そういうふうに交換してると思うんですよ、そういうことやってる人いますあれやってる人、本当やばいですよ、やめたほうがいいです、それこそ、本当、ビットフライヤーとかでもそうなんですけど、えー、なんか、いわゆるさ、交換所でこう仮想通貨に交換っていうのは、もうめちゃくちゃ、もうめ,ちゃめちゃめちゃめちゃ損してますからね、それ絶対ダメです。 でじゃどうやって買えばいいかっていうと、板取引っていうのがあるんですよ。ちょっと分かり,やすい、えー、と分かりにくいんで簡単に、えー、と簡潔に言うと,、えー、と、コインチェックとかビットフライヤーっていうのは、えー、交換所取引なので、えーとか、ビットコインを購入するって,って日本円を買えるじゃないですか、ちめちゃくちゃ手数料かかるんですよね。これれめちゃくちゃゃゃくもう尋常じゃないいぐらい取ら取てるんですよ で最近、日本だとビットバンクさんとかが、ね、い,いいな僕、優秀だと思うんですけど板取引って言ってマーケットで、ね、市場にある、ね、仮想通貨を売買するっていうのが今、板取引なんですよ。よこっちは マーケットからリアルタイムに買ってくるんで、手数料がめちゃくちゃ安いんですよね。うん、で、これ、パッて出てこないんですけど、えー、コインチェックとかで買う,買うよりも、多分どんぐらい安いんだろうね。10分の1とか、もう下手したら100分の1ぐらいになるかもしれない。ちょっと詳しく調べてないんで分かんないんですけど、だから僕は絶対板取引をしないといけないと思ってるんですよ。これ、マジで本当、取引所で交換してたらやばいですからね。超損するんで、僕の視聴者さんは絶対しないでください。で、その上で、バイビットっていうのはめ、一番ね、 多分世界で僕が知ってる中で一番手数料が安いんですよ。だからバイビットをお勧めしてます。別にその海外のね。えー、と無登録業者を勧めてるわけ。ではまあ、結果的に進めてるんですけど、それって別に悪いことじゃなくて、えー、じゃあ何なの？ってあの日本のさぼったくり業者からさえ、お金あのこ日本のぼったくり業者で仮想通貨を交換してめちゃくちゃさ損するのが正義なんですか？って。 僕はそんな,なんか合理的じゃないことはしたくないしそんなのなんかもうただの茶番だと思ってるんで、えー、海外の大きな取引所からいた取引で、えー、買ってますとこれが正,正解だと思ってますあの合理経済的にもねただ、えー、と日本の証券日本の取引所でもいいところがあってビットバンクとかね、うん、ビットバンクさんって一応あ認可下りてるんで、まあ、そういうとこでもいた取引ができるんで、うん、あの心配な方は、えー、日本の,、ね、そのビットバンクとかを使えばいいんじゃないかなって思うんですよ まとめると、仮想通貨取引所の販売所の仮想通貨コイン交換は、めちゃくちゃ、めちゃ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 、めちゃぼったくりです。やばいです。これ、日本、やばいです。本当終わってます。で、一方で、日本だとビットバンク、海外だとバイビットみたいな、板取引ができるところは、手数料若干取られるんですけど、めちゃくちゃ安価でえ仮想通貨に交換できます。この差はもう本当にでかいんで、皆さん、気をつけてください。 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова